早いな、せやけど。どっちも早い。さすがブラシレス同士。うわ。じゃれてんねん。全然早くられ。終わった。いや、出てきた。出てきた。うわ、早っ。すげえな。早いね、早く出てない。もうちょいギアギョとかあったらいいな。おお入り込んだ。あーかん、絡んだ。ハンドル切ったら。ハンドル切ったダメや。一緒ぐらいか速さ直線。いや。直線一緒ぐらいか。一緒ぐらいかな。一緒ぐらいやな今。このちっちゃさがあれやもんな。おお。噛みつかんばかりいってんけど一緒ぐらいやったなと思って。あー待て、あー続けてた。今度はピンクボール戻れてない。難しそう。まっすぐ走るよ。まっすぐ走れ。あれ？お、すごっ。あ、これめっちゃ走らせにくいやん。走らせにくい。ステアリング横のみんな走らせようかな。お前ね、考えたらこれこれコースもあかんやな。滑りやすいコースなんのかな。リップが行くんや。あー、そうかもわからんね。絶対前回なんか無理やって。どうこのハイエンドか。これでもタイヤはあの普段は私が走らせてるやつじゃない。そうかそうかそうか。あ、ちゃうわ、一緒か。イボイボか。ほんなら一緒か。走らせやつやろ。あ、パワーはパワーがあるからや。だからあの不用意にアクセル開けると。あ、そうか。だからカーブで速度極力落としながら。でもなんかしっとりした足回りやね。これスパイクタイヤやんな。一応ね。これでもこれあれやな、ほんまにこんなパワーいらんな。いらんな、ほんまにいらへん。でも選べるギア比もあれへんし。ああ、さあバッテリーをあのリフェかなんかにしちゃったら若干マシになるとは思うねんけど。これやっぱりプロポであれやな、最初のあのスロットルがすぐに動きへんした方がええんじゃん。ああ、そんなん DR みたいについてるプロポやったら。せやね。ああ、これついてたプロポ
それはあのタミヤの、タミヤのあの TRF についてる、あ TR、 何だっけ、 RTR か。それじゃまっすぐ走れへん。どこ、どこ行ってる？どこ行ってるかわからん。どこ行ってるかわからんけど。ひっくり返った。両方とも。あ。おお。なんでや、なんやそれ。